ほう、どこからともなく漂ってきた芳醇な香りはあなたからでしたか。まだ男を知らない体のようですね。無垢な顔をしていらっしゃる。いいですね。味見をしてみましょうか。おや？よっと、ここだな。俺の鼻孔を刺激するうまそうな。あなたは？ああ、なんでお前がいるんだよ。まさかお前もこの世紀を狙いに来たってのか？それ以外に何があると思いで？ちっ、だよな。ま、いっか。お前が諦めてくれりゃいい話だし。おお、いいね。かわいこちゃんだ。香りも上等。でさ、お前いつまでそこにいんの？はい？もしかして俺の食事を横で見てるつもりか？くぅ、悪趣味だね。人前でなんてしたことないから困っちゃう。あいにくそんな悪趣味は持ち合わせておりませんよ。あ、そう。だったら早く出てってくれよ。俺は今すぐにだってこの嬢ちゃんを味わいたいんだ。彼女をあなたに譲るなどと言った覚えはありません。むしろあなたが譲るべきでは。ここに先に来ていたのは私なのですから。はっ、そりゃ聞けない頼みだね。ほら、あれだ、嬢ちゃんの香りを察知したのは俺の方が先かもよ。なるほど、譲る気はないと。こういう時は手っ取り早くこの嬢ちゃんに決めてもらおうじゃないの。おい、嬢ちゃん、目開けな。お目覚めですか、お嬢さん。驚くのも無理はありません。まずは順を追ってご説明しましょう。私たちはインマだ、インマ。俺たちはな、人間の精気を吸い取る魔物ってやつ。はあ、精気ってのはあれだ、嬢ちゃんが「ああ気持ちいい」とか「いやそこ触っちゃダメ」ってな時に溢れ出すフェロモンみたいなもんつうか。無粋な男で申し訳ございません。どうぞお気になさらないよう。ん？俺たちが怖いか？ま、夜中に知らない男に起こされたら無理もねえわな。でも今の俺たちって嬢ちゃんの理想通りのイケメンになってるだろ。しかし嬢ちゃん渋い趣味してる。怖がる必要はありませんよ。私たちはあなたに痛い思いをさせようなどとはついほども考えていない。あなたに極上の快楽を味わっていただきたい。そして私の理想を叶えていただきたいだけ。ただ私に身を委ねてくださればよいのです。きっとだんだんとあなたも顔を背けられなくなるでしょう。全身を突き抜ける甘いうずきから。はいはい、ストップ。一人だけアピールするなんてずるいんじゃないの。俺にもやらせてや。なあ嬢ちゃん、あんなオールバック男はほっといておじさんといいことしない。俺の方が何倍も嬢ちゃんを楽しませてやれると思うよ。ね、素直に俺に気持ちよくされてごらん。はい、そこまでです。うわ。さあ、もう十分でしょう。ああ、逃げようなどとはお考えにならない方がいい。あなたほどの甘美な香り、他の今も放っておくわけがありませんから。忠告しておきますが、
私たちから逃れたところでもっと野蛮な輩に目をつけられる可能性を覚悟してください。お嬢さんは私の願いを叶えてくださいますよね。まさかこの軽薄な男の方がいいとでも？決められないってのか？それは困る。このままじゃ嬢ちゃんは二人を相手にすることになっちまうぞ。なるほど、二人を相手にですか。いいんじゃありませんか。二人を相手にした後決めていただくというのでも問題はないでしょう。けえ、無茶させるね。あなたが言い始めたことですよ。それに揉めているうちに他の同族に横取りされるというのはあなただって困るのでは。まあそうだな、仕方ね。確かにどっちの方がいいかなんてのは一回比べりゃわかることだ。ジョージャン、悪いが最初だけ我慢してちょうだいよ。さあ、恐れる必要などありません。あなたはこの運命から逃げ出すことなどできないのだから。ただ心地の良い時間に身を委ねていればいいんです。俺が優しく手ほどきしてやるからさ、安心して全身で快感を受け止めてくれ。私がまだ見たことのない世界へお連れいたしましょう。俺がとっておきの天国を見せてやる。